まあ、イエス様とかマリア様とかですね、まあ、言っている方々はなぜかそのイエス・キリストが現在日本にいるっていうことを、まあ、全く知らないっていうのはこれは一体なぜかなと、まあ、単純な疑問があるんですけども、なぜなんでしょうか。まあ、イエス・キリストがもうすでに、ですね、日本にいるっていうことは、まあ、知らないということなんでしょうね。まあ、でも確かにもう日本にいるんですよね。もうこれはもう確信に近いんですけども、まあ、とにかくこの東海圏に、まあ、イエス・キリストがすでにいるということは掴んでるんですけども、でも他のキリスト教の方はまあ、イエス様とか言いながらですね、まあ、そのイエス・キリストが日本にいることを知らないというのは、まあ、なんとも、まあ、滑稽といえば滑稽かなという気がしますね。まあ、今日は以上です。ありがとうございました。